そんなのないよっていう人は北海道のニセコ行ってきてくださいよ。9割外国人ですから、スキー場いるのもみんな外国人ですから。で、日本人どこにいるのって、ホテル行っても日本人働いてないんですよ、見えるところは。で、日本人どこにいるのって聞いたら、雪かきしてますとか、ベッドメイキングしてますって言うんですよ。でも時給が1800円だから喜んでるんですって言うんですよ。じゃあ外国人のあのウェイターの時給いくらだったら3000円だって言うんですよ。日本ですよ、これが。日本ですよ、これが。そういうところが北海道とか沖縄とか、もう散見されてきたんです。で、これほっといたらどん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 進んでいくんですよ。はい、スイーツの皆さん、こんばんは。参政党の、事務局長で参議院議員の神谷総平です。よろしくお願いします。はい、また久しぶりに、この南千里で街頭演説をさせていただきます。何年ぶりでしょうか。8年ぶりぐらいですね。はい、あの JR 吹田はこの間の参議院選挙の時やったんですけど、南千里は、こういったところでやらなかったので、まあ、久々にこの景色を見ながら、変わったところもあれば変わってないところもあるなと思いながらですね、またお顔を見てると、知ってる方もちらほらといてくださって、あ、久々に吹田で演説するんだなというふうな思いで今ここに立っています。今、吉野さんが食の話をだいぶしっかりと歴史通じてやってくださいましたね。こういうことをね、やっぱ本当は学校で教えるべきなんです。僕は吹田で議員をやってる時にずっと言ってたのは、教育で若者の意識を変えようですよ。教育を変えることによって若者の意識を変えよう。どういうふうに変えるか、いろいろ変えたいことあるんですが、端的に一つ言うなら、吹田で育った子供たちが吹田のことを好きになるです。日本で育った子供たちが日本のことを好きになる。好きになるから、それの重要性、それをいかに守っていくか、次の世代につないでいくかっていうことを子供たちが考えてくれる。そういう状態にしないと、日本はこの先、どん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 弱体化していきますよ、というのを、2007年からずっと言ってたんです。15年前ですよ。16年前か。16年前からそんなこと言ってたんです。なんでそれに気づいたかっていうと、海外に行ったからです。海外に行くと、みんなじゃないけど、一部の若者はちゃんとそういうことを考えてて、日本人の僕に聞いてくるわけですよ。これから日本はどうするんだって。けど僕は二十歳にもなってて、関西大学に行ってたんだけれども、全くそういったことを答えられなかったから、気づいちゃったんですよ。まずい。で、帰ってきて日本でそういうこと言ってても、誰も一緒に考えてくれないんですよ。なぜか。教育が間違ってるからです。で、最初分かんなかったです、僕も議員になっても。なんでこんなことやってんだって。ほら、僕も同じ教育を受けて、皆さんもそうでしょ、大体。学校行って同じような教育戦後受けてきたわけですよ。まあ、90や100の方はね、違うという、そうそうですね、戦前の教育だから。でも僕らは戦前の教育は悪だったと知られてるんです。軍国主義で、あんな教育をやっていたから、無謀な戦争しちゃって、230万人もの人が死んじゃったんだと。世界に迷惑かけたんだと。だから、戦前の教育は全部ダメだったんだと。ね、戦後の今我々が受けてる教育は正しいんだというふうに思い込んでるんですよ、未だに。ほとんどの人たちが。その前提を疑うっていうことを僕たちはないんです。一部の人は気づいてます。どういう人か。僕と一緒。海外に行った人です。海外の教育と日本の教育は明らかに違うからですよ。ね。でも、1970年代、80年代、いや90年代までは説得力がなかった。なぜか、国が成長してたからです。いや、いいじゃないかと。ね。そんなこと言っても、国は良くなってるじゃない。経済強くなってるじゃない。ね、だから、これでいいじゃないかと。いうふうに言ってたんですが、2000年を超えたあたりから、特に2010年以降、この10年、多くの方が、やっぱり気づき始めた。給料上がらないんですよね。経済が全く成長しない。30年前は、世界トップ50の中に、日本車32社も入ったんですよ。ね。上位はもう日本企業ばっかり。それが30年経って今残ってるのは40位にトヨタが1社あるだけ。上位の企業は全部アメリカと中国。しかも新興企業ばっかり。ここでわかることは一つ。30年間日本人は世界に通用する企業を1社も作っていません。これ事実です。なんで戦後焼け野原で今よりも状況悪かった中に食べ物もなくて学校もろくになかったのに、ね、世界に通用する企業を作れたんですか？もちろんいろんなね、朝鮮戦争の特需とかあった、そういうのあるかもしれないけれども、考えてたんですよ、日本人が。戦後の日本人は考えたんですよ。どうやって日本を経営していけばいいか。どうやって国民を食わしていけばいいか。どうやってアメリカにもう一泡吹かせるか。
そういう腹があったわけですよ。知能があったんです。考えがあったんですよ。だから能力はもともと日本人もあるから一生懸命考えてね、アメリカのいろんな制限はあるけれども、その中でどうやってアメリカに見っからないように上手にやるかって考えて、あの経済の仕組みを作ったんですよ。一言で言うと五層船団方式とかいうやつですよ。つまり日本人の中で金をぐる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 回して、外に富が流れないようにしてたんです。ね。そうやって、ね、金を回しながらうまく日本でものづくりやって、外貨を稼いで、それをまた国民の中で回して、国民に配当するっていう仕組みを作ってたんですよ。1980年代までは。ね。それは戦後の人たちじゃないんですよ。ね、ここにいるのも僕も含めてみんな戦後の人が多いと思いますけど、その仕組みを考えたのは戦前の教育を受けた人たちなんですよ。その人たちがいなくなったら、急にね、国の富がどん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 と外に吸われるようになっちゃって、働けど働けど給料上がらないようになったんですよ。人の問題なんですよね。考え方の問題なんです。だから日本をもう一度元気にしようとか、日本を取り戻そうって言うんだったら、一番最初にやるべきは事実をしっかりと知って、子供たちの考え方を変えていくことなんです。どう変えるかさっき言いましたよね。これから日本をどうすればいいか、これから大阪をどうすればいいか、これから吹田をどうすればいいか考えるんです。で、吹田は、ね、いいことに、日本でも僕は五本の指に入るぐらいのいい街だと思ってます。僕は市議会議員やったからよく知ってる、財政のあれも知ってるし、ね、こういったインフラのことも知ってる。ここは本当にいい街ですよ。空港近い、新幹線近いし、まだ緑残ってるし、大阪市はあるし、最高ですよ。だから人口増えてるんですよ。僕が議員になった時35万人いませんでしたよ。今38万人がいますよ。これだけ日本人口減ってね、去年なんか78万人も人が減ったのに、吹田市増えてるんですよ。それはいいとこだからみんな集まってくる。だから吹田の方々は言ってもまだ危機感がないと思います。けれども、大阪市の中に行ったら、やっぱりすごく貧困なところある。地方に行って四国とか、ね、まあ、あんまり言っちゃ怒られるかもしれませんけど、東北とか行ったら経済大変なとこいっぱいありますよ。困窮するとね、人間立ち止まって考えるんですけど、なかなか吹田に住んでると考えないですね。うまく回ってるからです。でも困窮すると考えても前に進む財力がない。考える時間がない。実行する余力がないんです。だから私は、吹田を中心としたこの北摂地域、大阪でも豊かな地域ですよ。税収もある。そういう地域の皆さんに、ぜひ、ね、余力があるうちに大阪の未来を考えてほしい。ね、知事がかっこいいからとかそんなことじゃなくて、ね、そういうことじゃなくて、ちゃんと、これからの大阪の未来を考えてほしい。子供たちの教育を考えてほしい。で、できれば、大阪だけじゃなくて日本全体のことを考えてほしい。ね、そして子供さんたちに塾に行かすお金があるんだったら偏差値上げるだけじゃなくて地域や日本の未来を考えさせてあげてほしい。今の若者は心綺麗です。優秀ですよ。数は減ってるけどね。だからちゃんと方向づけてあげれば彼らは考えてくれます。どういう環境を大人が作るかなんですよ。そしてちゃんと歴史の事実を教えるっていうことね。日本がどうやってこの近代歩んできたか、明治からって言いますけど、僕らはいつも参政党で言ってんのはね、戦国時代からですよ。戦国時代にヨーロッパ人がやってきた、ザビエルたちがやってきたね、宣教師ですよ。何のためか、日本を占領するためです。教科書にはそう書いてませんね。でも間違いないんですよ。彼らは日本を占領するためにやってきた。日本は占領されなかった。なぜか、戦国時代で強かったからです。フィリピンはどうですか、中国はどうですか、東南アジアはどうですか。ね、中国はまあ強かったからまだ跳ねのけましたけど、フィリピンも東南アジアもアフリカもインドも全部占領されたじゃないですか。植民地になってたじゃないですか。そしてヨーロッパ人はそこで植民地経営っていうのを覚えた。ね、さっき吉野さんが食の話をしたけど、食だけじゃない。教育と食はセットです。ですか？何を食べさせるかっていうのは刷り込みが必要だからです。そういうことをやって、どん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 植民地を広げてきたけれど、ね、大阪の豊臣秀吉、大阪城でしょ？豊臣秀吉が気づいたんですよ。部下たちが気づいたんです。あ、このままやってたら俺たちは占領されるって。で、出てけって言ったわけですよ。それを徳川幕府も受け継いで、島原乱で勝って完全に追い出したわけですよね。
島原の乱っていうのは別にですね、ね、キリシタン大名の、ね、残党だけやったわけじゃないです。天草四郎だけでできないです。そんなね、天草四郎だけで幕府と戦えるわけないんだから。その裏にはスペインとかポルトガルがついてるんです、ちゃんと。教科書書いてないでしょ、それが。幕府は別に天草四郎とかをいじめたわけじゃないんです。ね。キリシタンを憎んだわけじゃないんです。彼らがテロを起こしたり、国を乗っ取ろうとするから、踏み絵とかまでやって、ね、貼り付けにして、それを示したんですよ。残虐ですよ。残虐だけど、そういうことをするにはちゃんと理由があったわけですよ。そういったことを全然教科書に書いてない。そうやってヨーロッパの影響を排除したことによって200年間戦争せずに江戸時代が続いたわけですよね。そしたらまた19世紀になって産業革命でね、技術革新を起こしたイギリス、フランス、ロシア、アメリカあたりがやってきて軍事力を背景に国開けって言ってきたわけですよ。で、当然国内で揉めましたね。けどやっぱり幕府の役人も賢いからどうも今戦ったら負けると。ね。我々が200年間ね、平和にやってきた間に、軍事力はもう勝てない状態になってると。いうことですよ。そんなのを分かってたわけですよ。薩摩の殿様なんか分かってたんですよ。だから早く軍事とかしなきゃいけないと。だからね、まあ、こんなこと言ったらおこがましいかもしれないけれど、参政党が言ってることっていうのは、薩摩の殿様と一緒なんですよ。ね、このままじゃ国取られるから早く備えとかないといけないと僕ら言ってるんですよ。で、中央政府をいきなり変えるのは難しいから、こうやって大阪みたいな、ね、900万人もいるこういう都市から変えていけば、ね、次の時代生き残れるでしょって。薩摩の殿様の先見の明があったから、ね、薩摩は明治の中枢に入れたんですよ。長州にちゃんと分かってる連中がいたから入れたんですよ。もちろんバックにはイギリスがいましたよ。けれども、そういったイギリスとも渡り合って、うまく彼らの力も利用しながら、時代を動かそうっていう人がいたから、明治の政府ができたんです。でも、明治の政府の裏には当然イギリスはついてるから、日清、日露、第一次世界大戦、全部イギリスの都合のいいようにやられましたよ。日本人は猿だって言ってね、向こうの新聞の風刺が書かれて、ね、猿が調子に乗ってるみたいなこと書かれてますよね。そういうのは皆さん教科書で見ましたね、その部分だけは。でもその中でも、ね、それ戦ったら直接イギリスと勝てないから、うまく同盟結んで力を利用しながら国際的なポジションを作って、1919年、第一次世界大戦で戦勝国側に入った日本は国際会議で言ったわけですよ。人種差別やめようですよ。ね、世界で一番最初に人種差別やめようって言ったのは日本人ですからね。ね、今頃になってね、ブラックライブズマターとか、ね、なんか向こうから言ってきますけど、いや、俺たちは先に言ってるからですよ。なぜか、差別されてたからですよ。ね、今でも差別もあるんですよ。僕たちは黄色人種でみんな生きてるから、ね、そんな大きな差別はないけれども、外国に行ったら皆さんも差別されますよ。そういう人まだいるんだから、たくさん。口では言わないけど、心の中にあるわけですよ。ね。そういった中で、でも同じ人間なんだから、ね。ちゃんと話し合って、差別せずに対等にやろうよ、というふうに提案したら、ヨーロッパの国々、アメリカを怒らせたわけですよね。で、日英同盟は切られたし、アメリカでは排日移民法が出されて、どん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 孤立していく。世界大恐慌が起きてブロック経済、日本は入れてもらえない。だから生命線として満州を抑えた。ね。で、満州だけでもうそこで止めとこうと一生懸命昭和天皇もおっしゃってたのに、蒋介石たちがちゃちゃを入れて、どん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 と大陸に引きずり込まれる。蒋介石の裏にはアメリカやイギリスがいて武器を渡している。今と同じじゃないですか。ウクライナの裏で武器渡してるのはアメリカでしょ？蒋介石の裏で武器渡したのはアメリカですよ。だからそんなの残ってんだから証拠はちゃんと。事実として残ってるんだから。ね。そうやって都合の悪い国は他の国をぶつけて裏で支援して潰していくっていうのが彼らの常套手段なんです。今日本は日米同盟があるからアメリカ側につくのは別にいいですけど、ね。けど、そういう事実を我々は知っとかないと。我々の先人はそういった流れの中であの大東亜戦争を戦ったんだから。ね。こういったことが分かってないから、学校で教えてないから、国際社会でカモにされるんですよ。ね。カモにされた結果がさっきの吉野さんの食の話ですよ。向こうで余ったものをどんどん回されてるんですよ。日本では米が作れるのに、ね。今だったら牛乳でも作れるのに、ね、日本の牛乳は作るなって言われてるんですよ、今。ね、牛殺せって言われてるんですよ。
でもアメリカから400万トンぐらい牛乳入れてるんですよね。それを止めれば日本の酪農家さんたち助かるんですよ。けどアメリカから入れる量はどんどん増やしてるんですよ。そのくせしてもう牛乳余ってるから作るなって言うんですよ。一緒でしょ。アメリカの小麦買い続けてるわけですよ。値段上がってんのに補助金まで出して、で米は作るなって言ってるんですよ。なんで食料で自立されたら困るからですよ。胃袋握っとかないといけないからですよ。食料がそうでしょ。で食料を作るためには農薬肥料を使わされてますね。それのもう ほぼ 100% って言っても9割以上は外国産ですよ。だから農薬肥料を使う農業やってる限り海外に依存しないと農薬肥料入ってこないんですよ。しかもそれに高い金使わされてるわけね。米作りゃいいじゃないですか、自分たちで空いてるね農地使って。生産量は農薬作るよりちょっと落ちるかもしれない、8割とか7割に下がるかもしれない。でもね、その分農薬買わなくていいんですよ。農薬とかやめたら、肥料をやめたら。農薬肥料がないと農業ができないというのは洗脳。そんなもんね、縄文時代に弥生時代にないんですよ、農薬も肥料もね。あとこれと同じ理屈で言うのは、ワクチン打たないと病気治らないってのも嘘ね。そんなんね、明治時代とか、まあいいよ、縄文時代でも何時代もいいですよ、鎌倉時代でもいいですよ、なんかないんですよ。ない中で我々は自然免疫っていうので、さっき吉野さんが言ったようにちゃんと生き延びてきたんですよ。ついこの間作ったわけのわからん実験中と、縄文時代から続いてる我々の自然免疫と、どっちの方が性能がいいんですか。自然免疫の方が万能に決まってるじゃないですか。なんでこの自然免疫を上手に使わずに米を買わされるんですか。なんで作れる米を使わずにね、小麦を買わされるんですか。それは戦争に負けて植民地になってるからですよ。だから我々は植民地の教育しか受けてないんです、悲しいかな。ね。で、マスコミももう完全に統制されてるんですよ。閉ざされた言語空間は続いてるんです。最近だったらもう SNS が監視されてますよ。Twitter、Facebook、LINE、どうですか?ね、日本の情報なんかダダ漏れですよ。だから僕は国会でも言うんです。国産の SNS を作ろうって言って。ね。だって外国人と LINE とか Facebook そんなしないでしょ?ね、一部の人はするかもしれないけれど、大体国民同士でやってんすよ、Facebook も。ね、Twitter も。日本人同士でやってんでしょ?いいじゃないですか、国産で。で、外国のが見たかったら別に外国のもしたらいいけど、日常のやりとりは日本で作った、ね、SNS でいいじゃないですか。ね、それを NTT に作ってもらいましょうよ。ね。そういったことをやって、民運たちの情報とかを守るんですよ。そんなね、どっかの総務大臣が NHK に何か言ったとかですね、そんなこと言う前に、Twitter とか Facebook とか、今のテレビとか全部そうじゃないかと。一定のバイアスかかってるでしょ、すべてにと。アメリカの国会はこういうことやってるんですよ。Twitter の社員呼んで、なんであんた方、の都合の悪い情報隠してたんですかって言ったら、言ったわけですよ、Twitter の社員が。国会で、向こうの議会で。いや、各国政府から要請が来たんで、そのようにやっておりました。ちゃんちゃんって話ですよ。ねえ。なんでやったんですかって言ったら、いや、それちょっといろいろ実験でとか、ね、売れるように、ね、事前に用意してましたとかですね。どんどん今情報が出てるのに、日本のメディア全然報道しないじゃないですか。で、僕らが言うと陰謀論だ、カルトだって言ってくるんですよ。危機感を煽って金集めてる詐欺集団だって言われるんですよ。ねえ。どっちが詐欺ですか?もうね、日本人だってね、バカじゃないんだから、我々みたいな党が出てきたら、だん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 事実が分かってくるんですよ。時間の問題です。ただ、日本がダメになるのが早いのか、国民が気づくのが早いかですよ。だから気づいた人たちから、もう誘導されないように自分の頭で考えて、情報を取りに行かないといけない。そして、子供たちの教育を変えて、植民地の教育をやめるんです。これから日本をどうするかっていうことを自分たちで考えるようにするんです。そしたら国防の問題もそう、食料の問題もそう、情報の管理もそう、技術もそう、ものづくりもそう、ね、独立国としての学問を取り戻さないといけないんです、日本は。飼いならされた羊のままじゃ、彼らが作ったルールの上で走らせるだけなんですよ。地球温暖化だ、なんだかんだ、電気自動車使え、小麦食え、言うて、ね。で、国連が決めたらパンデミックにするんですって。ね。
そんなね、アホなことが今すごい勢いで進んでます。国民の知らないところで WBC で浮かれてる場合じゃない。僕も見たけど見ますよ。でもね、大谷君すごい、ダルビッシュすごいって言ってんじゃないんですよ。彼らは野球で頑張ってるから、世界でね。我々も日本人として世界相手に頑張りましょうよ。できることありますから、一人一人が。もう世界は繋がってるから。我々の相手はもう世界なんです。グローバルな潮流と向き合っていかないといけないんです。いつまでも井の中の蛙で日本の中でやればいいやとかですね。ね、外国人からカジノ作ってお金もらえばいいやとかですね。それすらもうもらえないんですよ、日本は。ね、もうそれぐらい、ね、日本は今、まずい状況です。もうね、高度成長のこととか、そんなに言ってちゃダメ。ね、もうバブルの頃、華やかさとか経済力はないんです。もう経済力は、3分の1ぐらいになってるんですよ、ピークから。で、ほっとくと、6分の1まで、今の半分まで行くんです、あと15年ぐらいで。あと15年で今の半分に経済力落ちるんですよ、世界の中で。そういう推計です。で、やるなら1日も早い方がいいの。私たちが大阪から日本を取り戻すって言ってるのは、ね、日本人がちゃんと日本のことを考える状態を作りましょうっていうことですよ。外資に依存せず、ね、マスコミの情報に騙されず、ちゃんと自分たちで情報を取って、これからの日本、大阪、吹田をどうすればいいかっていうことをみんなで一緒に考えましょうって言ってるんです。ね。その上で参政党が受け皿になると思えば参政党応援してくれればいいし、ね、吉野俊明と一緒にやりたいと思えば吉田さんに投票してくれればいい。ね。別にでもいいんですよ。維新が好きだったら維新に入れても。ただ、入れたら入れて終わりじゃなくて、吉村さん頑張ってんじゃなくて、吉村さんちゃんとやってくれるまで私たち見てるからねと。あんたカジノが良くなるっつったんだから最後まで確認するからねと。あんた言ってたこと嘘だったらもうね、墓場に入るまで追いかけるからねと。いうぐらいの勢いで国民がチェックしないと、ね、みんなその時その時の空気だけで動いて、物事を考えずに過去のことを検証せずに、情報も集めずに歴史も学ばずに、ふわふわして生きてちゃダメなんですよ、もう。そういったことをね、耳障りが悪いかもしれないけれども、けど一緒に考えて、みんなで、僕もそうです。僕も偉そうに言ってるけど、僕も知らなかったこといっぱいあるし、吉野さんと出会って教えてもらったこともいっぱいある。小麦の話とかだって、なんとなく知ってたけど、やっぱりああいう話を吉野さんから聞かないと僕も知らなかったから。でも知ると変わるんですよ。僕はまだね、吉野さんほどストイックじゃないから、小麦食べますよ。でも、今まで食べてたのから、量からしたら、10分の1以下だと思います。はい。選べるんだったらなるべくご飯を食べよう。選べるんだったら蕎麦粉にしよう。ね。でもどうしてもね、例えばおやつとかでね、コーヒーについてきて食べてってもてなされたもんだったら、いや、ありがたくいただきますですよ。ね。10分の1に減らしたらそれだけでも全然体変わるんだから。ね。そういったことをみんなでちょっとずつやりましょうっていうことですよ。で、子供たちの教育をどう考えるか。これからの経済をどうするか。そうしていかないと、今のままだったら、今まで通りだったら、ね、あと15年で経済が今の半分ぐらい落ちるんですよ、世界で比較したときに。日本の GDP は500兆だとか言ってたって、世界の経済がどんどん右肩上がりで成長しててインフレが続いてったら、日本人が超貧乏になるわけですよ。なってんすよ。だから外国人が安いから日本にアホみたいに来るんですよ。アホみたいって怒られるな。いっぱい来てくれるわけですよ。ね。もうホテルとか取れないんですよ、今回も。土曜日大阪でホテル取ったら一泊アパホテル3万円ですよ、新大阪。普段5、6000円なのに。ね、それは今でみんなね、来るからですよ。開けて終わって、マスクもしなくてよくなったっていうか来てるし、で、春休みだし、観光シーズンでお花見だし、ね。だから、ホテルで5倍になってんすよ。でも外国人はそれでも全然泊まれるわけ。ね、普段向こうは1泊3万円だからですよ。ね、だからもうホテル側も賢いから、ちゃんとそういう値段設定にするんでしょうね。海外の人たちはこれだって払ってくれるって値段設定するんでしょうね。それが進んでいったら、もう日本中これから観光してるの外国人ばっかり。日本人は高すぎて観光地泊まれません。というふうな状態になっちゃうんですよ。外国に行けないだけだったらまだしも、国内も旅行できないような、そんな最悪じゃないですか。ね。そんなのないよっていう人は北海道のニセコ行ってきてくださいよ。9割外国人ですから。スキー場いるのもみんな外国人ですから。ね。で、日本人どこにいるのって。ホテル行っても日本人働いてないんですよ、見えるところは。え、日本人どこにいるのって聞いたら、雪かきしてますとか、ベッドメイキングしてますって言うんですよ。でも時給が1800円だから喜んでるんですって言うんですよ。
じゃあ外国人のあのウェイターの時給いくらだったら3000円だって言うんですよ。日本ですよ、これが。そういうところが北海道とか沖縄とか、そういうところにもう散見されてきたんです。で、これほっといたらどん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 進んでいくんですよ。ね、大阪だってそうなる、絶対もうホテルなんか外資にバンバン買われてきますから、これから。だってもう日本今、ね、ダメージ受けてるでしょ？ホテルいっぱい潰れたでしょ？弱ってるところに中国だ、香港だ、アメリカだっていうところが、ちょっと買ってあげるけどって来たら、もう資金繰り苦しいとこだったら売りますよ。ね、そしたらマネージャー外国人ですよ。従業員だって中国人になりますよ。だって中国人が来るんだから中国人入れといた方がいいでしょ？日本語の喋れる中国人雇うんですよ。そしたら日本っていう場所を使って外国資本がどん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 利益を上げていくんです。日本人はベッドメイキングしてアルバイト代もらうだけになっちゃうんですよ。こういうのを植民地って言うんです、皆さん。だからそれをどん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 維新が進めていくように我々は見えてしょうがないわけですよ。ね、見渡りのいいことを言いながら実態がそうなっているから、だからやむにやまれず吉野俊明が立候補してるわけです。そう、忙しいんですよこの人は。僕も忙しいけど、僕より忙しい人なんですね。本当はね、もうね、選挙出てもらうの申し訳ないぐらいだけど、でも世の中を治すって言うんですよ。医者はね、本当の医者は上位っていう上級の医者は病人を治すだけじゃなくて世の中を治すのが本当の医者だっておっしゃるから、いや、そこまで立派なことをおっしゃるんだから選挙出てくださいって言ったんですよ。出ますって言うから、いや、有言実行の方ですよ。だから僕は信頼してるんです。僕は尊敬してるんですよ。尊敬してる人じゃなかったら僕の好きな大阪の候補者にできないじゃないですか。でしょ、中途半端な候補で強い強い維新の会にぶつけたらね、かえって賛成党がボロボロになっちゃうじゃないですか。相当なチャレンジですよ。向こうは人気もある、勢力も大きい、自民党ですら勝てない。ね、そんなところに我々みたいなちっちゃな党がね、挑んでいくんですよ。そういう選挙ですよ。でもね、これを日本は世界相手にこれからやらないといけないんです。今賛成党が維新と戦っているように、我々はアメリカや中国、ヨーロッパの大きな企業や、ね、グローバリストって言われる人たち、金融資本の人たちと、ね、もう一回やらないといけないんですよ。負けますよ、それは普通にやったら。でも負けるからやらないって言ってたら、もう日本はこれから時間とともに溶けてなくなるんです。勝ち負けじゃないんです。やらないといけないんです。そのモデルをまず大阪で示しましょうということで、今回吉野俊明さんが立候補してくれています。ね。心意気ですから、皆さん、勝ち負けじゃない、どうせ負けるのにとか言ってんじゃないんですよ。日本人の意地をしっかりと見せて、こっから日本を取り戻す国民運動を始めましょうって言ってるんです。この運動に参加したいという人は、ぜひ、参政党に力を貸してください。吉野俊明に力を貸してください。ね、すぐに結果は出ないかもしれないけれど、後々振り返った時に、2023年のあの3月23日から始まった大阪の府知事選挙から流れができたよね。ね、負けてしまうかったかもね、振り返ってあの時は負けたかもしれないけど、でもあそっから変わったよねと言われるような、その起点を作りたいんです、皆さんと共に。今回の府知事選挙はそういう戦いです。ぜひ、ね、一個一個の戦いに意味がありますから、この間の参議院選挙にも意味があった。今回の府知事選挙も意味があった。意味がない、ただのパフォーマンスを名前売るだけの選挙僕たちはしません。そんな余力もお金もないからです。ギリギリでやってますからみんな。ね。だから意味のあることしか僕たちはしないんです。だから皆さんに本気に考えてほしいんです。一緒にやってもらいたいんです。その思いを、ね、もうなかなか次は最終日ぐらいしか、もう府知事選には吹田には来れないかもしれないから、ぜひ、ね、この中には僕に一票投じてくれた方もいらっしゃいます。お顔を見てて。ね、吹田の皆さん、もう一回神谷総平の言葉を信じて、今回の府知事選挙、吉野俊明に、参政党に力を貸してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは最後に、維新に参政党したいと思います。参政党はいつも街頭演説が終わると、皆さんと一緒に掛け声をかけて、天から我々のご先祖が見ていますので、大和魂で一緒に維新参政党を入れましょう。よろしいですか？いきますよ。せーの、1、2、3政党、ありがとうございました。一緒に頑張りましょう。